エリサラム事件とは、2013年2月19日に、エリサラムの遺体が、アメリカ合衆国ロサンゼルスのダウンタウンにある、セシュルホテルの屋上の貯水槽内で発見された事件。ラムは、カナダ人で、バンクーバーにあるブリティッシュコロンビア大学の学生だった。ラムの失踪が報告されたのは2013年2月、初旬のことである。客が給水の問題について、苦情を言い、 ホテルでの保守作業の担当者がその件について調査した際に遺体を発見した。ラムの失踪は広く報じられた。遺体が発見される5日前に、ロサンゼルス市警察が生前に最後に撮影されたラムの映像を公開し、人々の関心が高まった。それはエレベーターの監視カメラにより撮影されたもので、その映像ではラムはエレベーターを出たり入ったりし、 外の廊下で何者かに話しかけているような素振りをして、時折エレベーターの中に身を隠しているような行動をとった。エレベーターは故障しているようだった。映像はインターネット中を広まり、映像を見た多くの人が不安感を覚えた。ラムの行動について、頂上現象に巻き込まれたという主張から、ラムが患っていた、双極性障害が原因とするものまで、様々な説が挙げられた。 映像が公開される前に編集されたと考える人もいた。遺体が発見されると、ラムの死を取り巻く状況により、セシルホテルの歴史上起こった他の有名な死亡事件や殺人事件との関係から、さらに議論が巻き起こった。ラムの遺体は全裸で、その衣服や所持品は遺体の近くで水の中に浮いていた。ロサンゼルス軍検視局は度重なる延期の末、 4ヶ月後に検視報告書を公開した。その報告によれば、遺体には外傷の形跡はなく、死亡した原因は、不慮の事故によるものだったという。セシルホテルの客はホテルにこの事件に関して、訴訟を起こし、ラムの両親も同年に別個で提訴した。両親の訴訟は2015年に帰却された。初期に、インターネットで関心を持った人の中には、 ラムの首都2005年のホラー映画、ダークウォーターとの類似性に注目した人もいる。この事件は国際的に大衆文化において影響を与えた。ちなみに、セシルホテルは名称をステイオンメインに変更している。ラムは香港からの移民の娘であり、両親はバンクーバーと隣接する都市バーナビーで飲食店を営んでいた。ラムは ブリティッシュコロンビア大学の学生だったが2013年初頭には講義を取っていなかった。セシルホテル。ラムは最後をここで過ごした。ラムはアムトラックの鉄道や都市間バスを使って一人で旅行していた。サンディエゴ動物園を訪れてそこで撮影した写真をソーシャルメディアに投稿した。1月26日にロサンゼルスに到着した。 そして二日後にセシルホテルにチェックインした。そのホテルはダウンタウンのスキットローにほど近い。ラムは最初、ホテルの5階にある共同部屋に割り当てられていた。しかし、同室の宿泊者がラムの気候について苦情を言い、ラムは二日後にラムだけに割り当てられた部屋に移動した。ラムの気候については、ホテル側の弁護士は後にサーテンオットビヘイビアーと表現している。 セシルホテルは1920年代にビジネスホテルとして設立されたが、1930年代の世界恐慌で景気が傾き、20世紀後半は周辺の街の荒廃により元の市場を取り戻すことがなかった。ロサンゼルスで有名な殺人事件のうちのいくつかは、このホテルで発生したか、このホテルに関係のあるものだった。1964年、 パーシング広場の鳩、ジョコールディオズグッドが強姦、殺害された事件がセシルホテルの一室で起きた。この事件は未解決のままである。連続殺人犯のジャック・ウンターベガーとナイトストーカー、リチャード・ラミレスの両名も犯行を行っていた時期にこのホテルに泊まっていた。自殺者も出ており、ある自殺者は飛び降りた際にホテルの前を歩いていた人に衝突し、死なせてしまっている。 最近の修繕の後、ブティックホテルとして売り出しているが、悪評は消えずにいる。ジャーナリストのスティーブ・エリクソンは、ラムの死後に、ホテルで一夜を過ごし、ザ・セシル・イル・リビール・トゥ・ユー・アテパイット・イズ・ユー・アー、エー・フュージティブ・フロムと記した。ラムは、双極性障害と抑うつ症を患っていると診断されており、病気の治療のために、ウェルブトリン・ラミクタール・セロクエル。 エフェクソールという4種類の薬を処方されていた。家族はラムの精神障害の病歴を秘密にしていたようだったが、家族によればラムは自殺燃料に駆られたり自殺を試みたりしたことはなかったという。しかし、ある報告ではラムは以前に短期間姿をくらましたことがあると主張されている。2010年中旬、ラムはブラウグスポットで エーテルフィールズという名前のブログを始めた。それから2年間にわたって、ファッショナブルな服を着たモデルの写真や、自分の人生についての話を投稿した。特に自らの精神障害との闘病についての話が見られた。2012年1月のブログの投稿では、当時の学期の始まりで病気が再発して、授業をいくつか放棄せざるを得なかったことを嘆き。 ソータリーダークシャンダスアンドロスとように感じていると記した。ブログの記事の題名には小説家のチャック・パラニュークの言葉 You are always haunted by the idea you are wasting your life を引用した。この言葉を自分のブログの大工としていた。ラムはあまりに多く授業を放棄したことで自分の成績証明書が疑念を起こさせるものに見えることや 授業を放棄したことで勉強を続けることや、大学院に進むことができなくなることに悩んでいた。ブログを始めてから2年ほど経過して、ラムはブログの更新を停止し、新たにヌーベル、ヌーボーという題名のタンブラーを始めると告知した。その内容のほとんどは見つけたファッションの写真や言葉の引用で、ラム自身の言葉の投稿は少数だった。同じパラニュークの言葉を大工としていた。 ラムは旅行の間、ブリティッシュコロンビア州にいる両親に毎日連絡を取った。2013年1月31日はセシルホテルをチェックアウトしてサンタクルーズへ行く予定だった。しかし、その日、両親にはラムからの連絡がなく、両親はロサンゼルス市警察に通報した。家族はラムの捜索への協力のためにロサンゼルスへ行った。その日にラムを見たホテルの職員は、 ラムは一人でいたと述べた。その日に、ホテルの外でラムを見たことを覚えていたのは、近くの書店の経営者の女性だけだった。書店の経営者は CNN にシーワズウトゴーイング、ベリーライブリー、ベリーフレンドリー、シーワズトーキング、アバウトホワットブックシーワズゲッティングウェザー、オアノットホワットシーワズゲッティングウッドビー e ヘビー c ーハーツーキャリーアラウンドアズシートラベルドと、語った。警察は、 法的に可能な範囲までホテルを捜索した。ラムの部屋を捜索し、警察犬に建物を探らせた。屋上も探ったが、警察犬は、ラムの匂いの探知に成功しなかった。捜索を担当した、巡査部長は後に but we didn't search every room.We could only do that if we had probable cause.To believe, a crime had been committed. 我々は、 すべての部屋を捜索したわけではありません。それができるのは犯罪があったと考えられる相応な理由がある時だけでしたと述べた。ラムが最後に目撃されてから1週間が経過した2月6日、ロサンゼルス市警察はもっと多くの助力が必要と決断した。ラムの写真を載せたチラシを近隣へ配布し、インターネットにも掲載した。これによりメディアを通じて 人々の関心が集まった。ラムの痕跡が見つからないままさらに1週間が経過した2月15日、ロサンゼルス市警察は知られている限りラムが最後に撮影された映像を公開した。それは2月1日に監視カメラによりセシルホテルのエレベーターの一つで撮影されたものだった。ラムの奇妙な行動によりこの事件は世界中から関心を引きつけ広く議論の的となった。 エレベータの内部の後方の天井の隅に見下ろすように置かれたカメラにはエレベータの内部だけでなく外の廊下も映し出されている。映像は幾分か粒子が荒く下部に表示されているタイムスタンプは不鮮明である。いくつかの時点でラムの口はモザイク処理されたかのように歪んで見える。映像の開始時点で 灰色の T シャツの上にファスナーのある赤いフード付きのスウェットシャツを着て黒色のショートパンツとサンダルを身につけたラムがエレベーターに入る。エレベーターに入ったのは左側からでそれから操作盤の方へ向かう。いくつかの膝端を選んだようでその後に隅の方に下がる。ドアが数秒間閉まらずにいるとドアに歩み寄りドアから 頭が外へ出るように状態を出し、左右を見て、それからすぐに中へ戻り、壁の方へ交代し、その後に操作盤の近くの隅に移動する。ドアは開いたままである。そして、再びドアへ歩み寄り、出入り口に立ち、側面に寄りかかる。突然、廊下の方に歩み出て、脇に一歩進み、その後にエレベーターに戻り、脇の方を見て、それからエレベーターを出る。 その後に、再び廊下の方へ行き、数秒間壁に隠れてほとんど姿が見えなくなる。ラムは壁に背を向けて、外にいる。ドアは開いたままである。右腕を頭の上に上げる。その後、向きを変えて、再びエレベーターに入り、両手をドアの側面に当てる。それから、操作盤へ向かい、たくさんのボタンを複数回押し、 その後、エレベーターに入ってきた方向にある壁の方に戻る。前に立っていた壁の場所に歩いていくときに、少しの間、再び両手を耳より上の方に当てる。ドアは開いたままである。右の方を向き、前腕を擦り合わせ始め、それから脇の方に手を揺らす。このとき、手を開き、指を伸ばし、わずかに前方へ腰をかがめ、緩やかに体を揺らしている。 この様子はドア越しに見ることができ、この時もドアは開いたままである。壁の方向へ再び戻り、左側へ歩き去ると、扉はようやく閉まる。この映像は様々なウェブサイトで再投稿され、中国の動画共有サイトのヨークにも投稿された。ヨークに投稿された動画は、最初の10日間で300万回視聴され、4万件のコメントがついた。 コメントした人の多くが視聴の際に不安感を覚えた。ラムの行動を説明するいくつかの説が展開された。そのうちの一つは、ラムは自分を追跡する何者かから逃れるために、エレベーターを動かそうとしていたというものだった。別の説は、ラムはエクスタシー、または別のパーティドラッグの影響下にある可能性があるというものだった。ラムが双極性障害を患っていたことが知られると、 ラムが精神病の発作を起こしているという説も生じた。映像は世に出る前に加工されていると主張する、視聴者もいた。タイムスタンプが不鮮明であるにもかかわらず、彼らは部分的にスロー再生されている、映像が1分間近く慎重に削除されていると主張した。ラムの創作の間、ホテルの客が水が出にくいと苦情を言い始めた。後に、 水の色が黒く変色していた、異常な味がしたと主張した客もいた。2月19日の朝、ラムの遺体が4台の貯水槽のうちの一つの中で発見された。貯水槽は3785リットル入るもので、客室や台所、コーヒーショップに水を供給していた。貯水槽は保守用の蓋が小さすぎて、ラムの遺体を回収するために必要な装備が入らなかったため、 排水して切灰された。2月21日、ロサンゼルス軍検視局は、双極性障害を重要な要因とする不慮の事故による歴史と発表した。検視局の報告書の全文が6月に公開された。報告書によれば、ラムの遺体は全裸で発見されたという。エレベーターの映像で着ていたものと同じ衣服が水中に浮いており、サンド、ライクパーティキュレートで覆われていた。 腕時計や部屋の鍵も遺体と共に発見された。ラムの遺体は適度に腐敗し、ガスで膨張していた。ほぼ緑色を帯びて変色しており、腹部にはいくらか大理石模様が浮かび、皮膚の分離も見られた。身体的外傷や性的暴行、自殺の形跡はなかった。毒物学の試験は十分な量の血液が保存されて、おらず不完全だったが、所有物から見つかった。 処方の薬物と一致する痕跡を示した。加えて、処方薬ではないシヌダブやイブプロフェンなどの薬の痕跡もあった。非常に少量のアルコールも検出されたが、レクリエーショナルドラッグは検出されなかった。調査によりラムの死因は判明したが、ラムがどのようにして貯水層にたどり着いたのかという問題についての説明がなかった。ホテルの屋上に通じる扉や階段は施錠されており、 職員だけがパスコードや鍵を有していた。無理にこじ開けようとすれば警報が鳴っていたと考えられる。しかし、ホテルの避難経路を使えば、そのような保安措置を回避できた。もし、ラムがそのことを知っていれば、避難経路を利用できたと考えられる。ラムの死後に、中国人のユーザーがインターネットに投稿した映像には、ホテルの屋上へは避難経路を通じて、 容易に入ることができ、貯水槽のうちの二つは、蓋が開いていたことが示されていた。ラムが屋上に立った手段についての疑問とは別に、ラムは自分で貯水槽に登れたのかという疑問を抱く人も、いた。四台の貯水槽は、すべて1.22.4メートルの大きさの、円筒型で、コンクリートブロックの上に乗っていた。貯水槽へ登る、固定の手段はなく、 ホテルの職員は中身を見るためにはしごを使う必要があった。貯水槽は重い蓋で採がされており、蓋を外すのは困難だったはずである。ラムの失踪が注目されて間もなく、警察犬はラムを探してホテル中を捜索し、屋上も巡った。貯水槽付近は捜索していなかったものの、警察犬はラムの痕跡を発見できなかった。ラムの死が確認された後も、 映像に記録されたラムのエレベーターでの行動を説明しようとする動きは止まらなかった。ラムは追跡者から隠れようとしており、おそらくその追跡者が最終的にラムを殺害したという説を論じる人もいた。一方でラムは単にエレベーターの設備の故障に不満を感じていただけだと説明する人もいた。ラムは薬物中毒のスクリーン検査に引っかからなかったが、 ラムが違法薬物の影響下にあったという説を唱える人々は意見を変えなかった。貯水槽の中で遺体が腐敗している間に薬物が分解されたという説や通常の検査では探知できないような薬物の珍しい混合物を摂取したという説を唱えた。検視報告書やその結論にも疑問が投げかけられた。例えばレイプキットやフィンガーネイルキットを使用した結果や そもそもそれを使用したのかすら報告書には書かれていない。報告書には、肛門部で皮下の鬱血が見られたとも記録されている。そのため、これが性的虐待の証拠という説を唱える人もいた。しかし、ある病理学者は、遺体の腐敗の過程で起こるガスの発生が原因でも起こる可能性があると述べた。また、ラムの直腸は脱出していた。 検視を担当した病理学者でさえ、ラムの死が事故によるものという結論を出していいか迷っていたようだ。報告書のあるページには、死因が事故、自然死、他殺、自殺、未決のうちのどれかを書くための書式がある。その書式は大活字で、互いに距離が十分に離れている。事故のチェック欄には6月15日の日付が書かれている。しかし、3日後に代わりに、 未決の欄にチェックが入っている。報告書が公開される前の3日間のうちのある時点で未決のチェックには取り消し線が引かれた。ラムの死後、ラムのタンブラーのブログが更新された。タンブラーの予約投稿機能である Q が使用されたと推定される。この機能を使うとユーザーがいなくても自動的に投稿できる。ラムの携帯電話は 遺体周辺やホテルの部屋からは発見されなかった。ラムの死に際してある時点で盗難されたと考えられる。ブログの更新が続いたのは、携帯電話を盗んだ人物によるものか、ハッカーの仕業か、それとも旧機能を使ったのか、どのような経緯かは不明である。ブログの更新とラムの死に関係があるのかも不明である。2013年9月に、 ラムの両親が不法死亡を理由に提訴した。セシルホテルは、インスペクト、アンドシークアートハザーズインザホテルザットプレゼンテッド、アンアンリザラブル、リスクオブデンジャー 2& ーア,ンドアザーホテルゲストすることを怠ったと主張し、特定しない損害賠償と埋葬費用を請求した。ホテル側はラムが貯水層に入ることを合理的に予測することは不可能であり、ラムが どのようにして貯水槽にたどり着いたか不明のままであるため、それを防ぐための責任はホテル側には返せられないと主張した。2015年に訴訟は棄却された。ラムの死を取り巻く状況が2005年のホラー映画、ダークウォーターの筋書き中の要素と比較された。ダークウォーターは鈴木浩二の短編集、このぐらい水の底からの中の一編を原作とする同名の邦画を アメリカでリメイクしたものである。この映画では母親と娘が寂れたアパートに引っ越す。エレベーターが正常に機能しない、蛇口から変色した水が噴出するといった出来事が最終的に母子を建物の屋上の貯水槽に導き、そこで1年前に建物から失踪したと報じられた少女の遺体を発見する。映画やテレビ番組の制作者たちは、 ラムの事件を自身の作品ための着想の糧として利用した。2013年5月に ABC のテレビドラマキャッスルミステリー作家は事件がお好きで第5期の最終回に決断という題名のエピソードが放送された。このドラマではニューヨークの刑事と題名と同名のミステリー作家が犯罪を調査する。このエピソードではマンハッタンの セドリックホテルの屋上の貯水槽で遺体となって発見された若い女性の死についての手がかりを二人が追求する。証拠の中に女性がエレベーターに入るところを映した監視カメラの映像がある。最終的にその女性はホテルの別の客を調べるために売春婦に扮していたと判明する。別の ABC のドラマ、殺人を無罪にする方法にも 同じような筋書きが見られる。2014年から放送された第一期はフラッシュバックが連続的に展開されるが、その期の最初に失踪した女子学生社交クラブの少女が殺害されており、社交クラブの会館の屋上にある貯水槽に遺体が隠蔽される。遺体は保守作業の担当者が水の出が悪いという問題を解消しようとして、 快感に呼ばれることで発見されるという類似点もある。ラムの家族がバンクーバーに移住する前に住んでいた、香港でも映画制作者はこの事件から着想を得ている。香港映画の俳優であるニック・チョンは2014年にウラン・ジングという映画で初めて映画監督を担当した。これはホラースリラー映画であり、エレベーターで若い女性が 幽霊により恐怖に陥る場面がある。監視カメラの映像のように撮影されており、セシルホテルのラムの映像から着想を得たと考えられている。中国の映画監督のリュウヒロシは、ラムの死から1年後に、それを元とした映画を制作すると告知した。リュウは自らロサンゼルスへ赴き、調査のためセシルホテルに数日間滞在した。中国メディアによれば、 人気女優の高間の園がラムを演じるのに関心がある可能性があるという。リュウはもし映画を制作したときは、英語でのアメリカ・オーストラリアの共同制作になる可能性が高いと話している。ラムの死から1年経過した2014年5月、ブランドン、フィリップ・マーフィー兄弟が、ザブリンギングという題名のホラーの脚本を制作した。ラムの死についての調査をバックストーリーとして用い、 事件の調査をする男が徐々に正気を失っていく話を創作した。ラムの死からすぐにこのような脚本を制作したことは広く批判された。当初はデンマーク人の映画監督のニコラス・ウィンディング・レフーンがその映画を監督する予定だったが、同年の8月にジェレミー・ラバーリングがソニー・ピクチャーズに向けて監督を担当すると告知された。バンクーバーのロックバンドのザゾーラスの 楽曲エンシェント・マーズのために2014年に制作されたミュージックビデオには、ラムの最後の日を理想化して表現する意図があった。その映像では、若い女性がロサンゼルスを歩いて回り、純粋に楽しむ。ザ・ゾーラスの歌手のザカリー・グレイは、イット・バグド・ミー・ハウ・タイデリー、ピープル・エクスプレーンド・アウェイ・ハー・ディセピレンス、ビズ・ドラッグス・オア・メンタル・イルネスと語った。グレイは当時、 ブリティッシュコロンビア大学へ赴き、ラムと知り合いだった友人を得ている。ゾー、so、it's most really fiction we wanted people to see it and feel like she was a real girl and a familiar girl and not just a police report とも述べている。その年の下旬に、アメリカのポーストハードコアバンドのヘイル・ザ・サンモラムの事件に着想を得て、ディスアピアリングシンドロームという楽曲を制作した。 そのバンドのギタリストのエリック・ガルシアは、レディットでの人々からの質問に答える企画で、イッツ・サッチ、エイチ・リング・アンド・イアリー・ケースと語っている。2015年に放送された、アメリカのテレビドラマ、アメリカン・ホーラー・ストーリーの第5期は、ラムの死から着想を得たものと推測されている。制作者のライアン・マーフィーは次の期では、現代のロサンゼルスのホテルが、舞台になると述べていた。 マーフィーは、若い女性が、ガット・イントゥ・アン・エレベーター・アット・ a。ダウンタウン・ホテル＆ワズネバーシーガ・ゲインという監視カメラの映像から着想を得たという。ラムの名前こそ出さなかったが、ラムについて言及していると考えられる。2017年に、音楽グループのサンキル・ムームは、コモン・アズ・ライト＆ラブ・アーレット・バレー・ズ・オブ・ブラッドというアルバムを出した。 このアルバムの収録曲の Window、Sashew Ace と Strangers and p a r a d i s はラムの事件を元としており、その事件はデッチ上げだったという考えを押し出している。バンドのメンバーのマーク・コゼレックはインタビューで、I've come to the conclusion that nobody died in the water tank there.Snow a to i d e n t i f i e the girl on the elevator as her face is pixelated. 貯水槽で誰も死んでいないという結論に達した。エレベーターにいた少女が誰かなんてわかりようがない。少女の顔はモザイクになっていたのだからと語っている。エリサラムに関するカテゴリー。ありがとうございます。